いやまあ、でもなんか <laughs>、あれじゃないですその、例えば新型コロナウイルスの報道にしてもね、うん、まあこの眞子さんの結婚にしてもそうですし、オリンピックもそうですし、功、まあの選挙もそうなんですけど、えーと、大変なウイルスだっつって、ね今日渋谷の街はさあの先週退避で90%の人出に減りましたとか、まあね、ああやってこう恐怖をあお,あおっていくわけじゃないですか、まあ、意図的にじゃないにせよね、うんうん、視聴率が取れるからね。うんうん だ今度はリベンジ消費でしょうん、で、また今度は、あの、例えば冬にまた第6波が来たら、これ第6波来たって言って、ね。うん、変異型のワクチンがとか言って、変異型のウイルスがとか言って、もうワクチン効かないとかね。そっち側にまたバーって行くじゃないですか。で、ある程度収まったら今度は、あの、GoTo だっ,つって、リベンジだっ,つって、こういうことですね。うん、こういうこと。だから、守備一貫してないんです、メディアがね。うん、もうこっちとこっちとこ、よし、勝率が取れる方にこっちとこっちと行くと。 でつまり、トドのつまり、主張というものがないと、ないですよね次の通った何かというのがないわけですよ。うん、で、それはきっとイコール僕たちもそうなわけですよね、きっとね、だから執刀率が取れるわけですよね。右に左にこういく、あれ、この前まで感染拡大、なんか、医師が出てもうあの、このままじゃ大変なことになりますって言ってたら、今度はリベンジ消費で百貨店売上高みたいなここにってここを繰り返す。 ここはないと、うん、いうことを知った上で見るかもうテレビの液晶を勝ち割るからどっちかでしょう <laughs> いやーもうついてんだよな僕おばあちゃんち住んでからついてるんだよなーうっかり聞いてるよねー、うん、大体ねー <laughs>、うん、分かる分かるあやっぱついてるなーと思って、うん、なんかおばあちゃんちゃんと見てるなーと思ってそうよもうテレビがあったらもうそりゃねおばあちゃんもあのー 安倍さんにグータッチされたら行くでしょう。う選挙に。うそういうことですよ。だからもう本当ね、なんか、その守備一貫したものというのが、実はない国民性であるし、僕たちも含めて。うん。だからなんか、 右に左にこう生かされやすい国民性でもきっとあるんだろうし、うんうん、なんかね、ニューヨークの弁護士資格落ちたとかって、ヤフーニューストップに載ってたけどね、<laughs> 何人落ちるんだよって話じゃないですか、それに。何人も落ちるわけじゃないですか、ま、だ受かる人もいればね。うん、だ一人一人拾ってこう報道するわけないわけで、ほっとけよって話ですよね、そんなのね、別に。うんうん、なんかね、もうね。 国民総ワイドショーコメンテーター時代ですからね、<laughs> 今の時代っていうのはね、うん幕の外にいた方がいいですよ、マジで、うん、でもそういう意味では、今回の選挙の結果だってあの、情勢分析も全然当たらなかったし、もっと言うと、野党共闘で統一候補を組んだところで結局負けたわけじゃないですか。ということは、政治も大きなマーケティングもマスコミも、我々国民の本音を、要は本質をつかみきれてないってことでしょう。 うん、要は、自留を読む、読むことができてないってわけじゃないですか。で、あれだけね、一応政党別で、その政党支持率があっても、政党支持率の、ある意味ではその通りになってる部分もある,あ,るあるわけであって、だからその戦略でね、そのイデオロギーが違ううんぬんは別としてでも、なんかそういうふうになんか、ちょっとある意味、 まあ国民を馬鹿にしたってわけじゃないけれども、なんかいかに票を取るかっていうところで票を取ったところで結局票が取れなかったと <laughs> いうことになってるんであれば、うん、ちょっとなんかどうなんかなっていうか、まあそれ,それだけ価値観が多様化して掴みづらい世界にはなってるのかもしれないですけれども、うんうん、そういう意味では今までのやり方でやろうとしてるに過ぎないのかなという気もしますけどね、結局、いくら SNS 使ってますとか言っても本質の部分は変わってないんだろうし、 ねうん、YouTube とかでも広告出てたもんな、普通に何とかとうみたいな。うそうで、えーね、結構なお金かけてるはずなのに、ね、そ,うそ,うそう、届いてないってことでしょ <laughs> ういや。だから、そういう意味で言うとね、これちょっとい具体的な話で、今日あれですけど、甘利さんとかね、それとも今回の辻元さんって、小選挙区で落ちて、辻元さんに至ったら比例で復活もできなかったわけですよ。で、あの二人と共通点って、僕ずっとちょっと見てたのが、 なんか最初の時だけ地元に帰ってちょこっとなんか演説して、もともとあともう全国遊説して他のね、いわゆる応援に回るんだって言ってて、あまりさんに至ってはこのタスなんて本当コスパの悪いものだとか言って、あと最高の数時間だけで、あとはもう全国回って当日まで地元に帰らないよっていうことをツイッターとかテレビとかで発言してるのに、後半の情勢分析で、 やばいっすってなったとたんに地元に帰って必死こいて頭下げて、で、辻本さんに至っては自民党のね、もともとのね、山崎拓さんにね、応援つまでお願いをして、結局それで負けちゃってるわけじゃないですか。もうそれってなんか、その人の本質じゃないですか。もうそうなったら結局自分の保身のために結局回ってコロッと変わっちゃうっていうか、うん、なんかね、さっきの吉田さんのブレじゃないけれども、筋がないというか、その、一貫してないんですよ。 僕、その時点で負けるわ、この人っと。あの人負けましたもんね、結果的に。なんかそういうところを見てても選挙っていろんな意味で本質が炙り出されるなっていうのも、ちょっと今回気づきとして分かりましたけどね。うん